はい、こんにちはくんです。今回はね、ちょっと崖沿いをきれいにしていくっていう作業をやっていこうかなと思います。なんかあわよくばこの崖沿いをこうなんかこう建物とか建てたいよね。崖沿いの建物建てたい人、よし、ダミトモくん以外全員許可する。はい、じゃあ崖沿いになんかこう木とかで建物とか建ててくれ。みんなで作ろう。何ダミトモくん、おい朝日、ちゃんとしたもん作ったら釈放してやる。これ仮だからな。ダミトモ分かってないな。お前と朝日は違うんだぞ。お前は凶悪犯。わかるか？放火魔だろ。朝日は経済犯だから仮釈放されるけど、お前みたいな凶悪犯は仮釈放されない。賛同みたいなのわかる？あの、食のやつ。ゴリラビ作れる？他の人はちょっとここ削って。賛同、MS、それじゃないんだよな。なんでよしこふんどし一丁になるの？とりあえずふんどし一丁になるんだな。なんか来て。丹塩さん、こんなところで何してるんです？え、何してんのこいつ。丹塩さん？丹塩さん？何してんのこんなとこで。放置してました。はよ、仕事せえや。とりあえず、崖沿いの街作るのってあれね、馬面萩さんの後ろからね、あの、無名街の。馬面萩さんの後ろのところあたりと、イモムシのチンコ？これイモムシのチンコ？あ、これチンコだったんだ、イモムシ。あー、勃起チンコ作ってたのか。ゴドンさんが祈祷に乗ってる。この勃起チンコあたり、イモムシの。に、まず作ろう。これ、チンコか。あー、イモチャこれ、チンコに見えるよ。あのさ、イモチャさ、あんまり話さないようにしてるんだよね、チャット。今、実はイモチャチャットあんましないようにしてて、チャットして、変なこと言っちゃったら、またね、また女子高生と仲、あの、不女子つってお金払わせて女子高生と女子 AK とラブラブの話を出されるから、あの、今じゃ発言調整してる。あの、目立たないようにじーっとして、あの、嵐が過ぎたかなーって言って、あの、顔ちょっと出してる。これ誰か、これ、馬面萩ね、消化しろよ、これ。誰に消化させるか。バカなこと脳死できそうなやつ。ザ・ダフテスだな。よろしく。バカなこと脳死できそうなのはお前しかいない。もうでもなんか、高端タワーなかなかいい感じになったね。こう見ると。高タワーです。おー。くんさん、どこに作るんですか？馬面萩さんの後ろ、背中の部分のところに、今ゴリラビが作ってる、もうすでに。なんかあれだね。崖沿いになんか作りたいよね。倉庫とか。崖沿いに倉庫とか作る案どう？作れるやついるかな？いや、ちょっと大きな倉庫作って、誰か作れる県勢でなんかいるかね、暇なやつ。県のじゃじゃ。県のじゃじゃはちょっと時間がな。ダミトモも時間がな。あ、ごめん、懲役の時間ってことね。県朝日もあれだからな。倉庫、県勢の倉庫といえば、それかここに水門とか、巨大水門作って、で、それに倉庫付属させるみたいな。それも良さそうだな。ここでどうだ？この、何これ？劇場ホール。この前に倉庫作らない？ここに。劇場ホールとかいうところ。ここちょっとせり出させて、劇場ホール。これ誰の建物だ？出張びっくりショー。なんだろうね、これ。おつんと炭塩肉屋。まあ、ここ使わなそうだから、ここら辺に作らせよう。ちょっと、アキラ多分今、離席してるから、わかるようにしとくか。おい、俺の建物！あの、ブルブルさせてね。編集で。女が笑いそうな編集でいいよ、ダメでもやつは。23時51分とかそういうの好きだった口っぽい気がするけどな。女子供喜びそうな、なんか動画見てそう。お、いいね。桟橋ができてるぞ。よし、完成した。今日はこれで家族に会える。なにこれ？ちょっと待って。毒状ですね、これどうしたの？よしこちゃん家の近くじゃん。毒状態作、よしこちゃんお墨付き。今回のくんとよしこのラブラブハウスは一味違うぜ。テーマはパッション。情熱の愛が二人を包み込む部屋になってるぜ。名付けてくんとよしこのアルティメットラブラブハウスだぜ。入り口、水。大丈夫？これ溺死しない？あの、若干溺死しそうなんだけど、ギリギリ。すっごい、なにこれ！すげえの作ってる、なんか。えぐ。特状態さん。これは、なんか俺泣いてね。奥には絶対行かないで。くんさん、この先には絶対行かないでください。ご褒美部屋。くんさん、
今回僕が作った部屋をよしこさんが大変気に入ってくれて、報酬としてよしこさんから家族との再会をプレゼントされました。よしこさんご褒美だって言ってくれてすごく今嬉しいです。ほら毒状態、約束のご褒美だよ、年間の家族との再会だよ。ばあちゃん、こっぷん、姉ちゃん、兄貴、母親、よしこは使った凶器、よしこ特製毒状態、家族と再会できた記念おにぎり、ウービーゴールドバークのドバーク部ドバーク部分もあるのか。あ、千葉県民全員、知らん外人、全く関係ない池田くん、関係ない池田くんが握ったおにぎり、母愛用のスコップ、よしこはこれを使って僕の家族を土に埋めた2番目の母ちゃん、ちょっと複雑なんだ、ワンピースのシャンクスの腕、結構不純物も混入してるんだな。毒状態お前も辛いな。あー沈んでった。鉄装備もマックス、フル鉄装備なのに。あ、かわいそうに作らされたのか、ふざけやがって。よしこもこんな感じなのが好きなんだな。なあよしこ、そんなわけないでしょ。すごいな、毒状態を参加勢に引き入れたのもよしこだったんだろうな。あとでディスコ、怖っこれレフトザゲームした怖いなあ。あポテチくん、ポテチくん、君何ここ、え何ここ、ポテチくん、ここどこ、最近来たっしょ。あ、チルノってやつがどっかいるはずだから、とりあえずポテチもチルノファンとして頑張ってくれ。どっかにチルノの拠点があるから、どっかその辺探してみてくれ。 ID 黒くしといて、ポテチのチルノ組ってことで。どういう状況っすか。世界は3つの勢力に分断された。無名、著名、チルノ、以上。三国志時代になった。まあ、職がチルノって感じ。義が、著名で、語が、無名。世界は3つに分かたれた。チルノ派として頑張ってもらう。ポテチンでさ、ファンアートはどうだった？例の。下沢が書いてくれたよ。アイコンにしないの？画伯が書いたよ。嬉しいね。まだ見てないっす。あ、じゃあ配信載せるよ。ちょっと待って。絶対見てる。いやいや。レテンさん、見てないんでしょ。じゃあ見せてやろう。気の済むまで。あ、一応ですね、元絵なんですけど、元絵がこれです。で、これが、こうなると。これが画伯ですね。下沢くんが描いてくれたファンアート。EV もちゃんと描写してるよ。ちなみに忘れてはならないな、これ。どうだ？カールおじさんも描いてるよ。若干なんか歯から血が出てんな。あ、いやいや、どうだ？なかなか良かったか？下沢くんに感想を、ちょっと言ってあげないと。せっかくここまで頑張ったんだから。ね。EV かわいい。後ろのは？後ろのスタンドは？スタンドもなかなかいいよね。頑張りました。へぇー。だって、ポテチさ、ファンアート描いてくれる人にさ、すごい、敬意を表してたじゃん。結構、ファンアート募集みたいな。ありがとうリップは？よし。多分、ありがとうリップ飛んでくるはず、下沢、ほら。おそらく。気づいてくれたから。これはなんだ、このチタンのやつはなんだ、これ。これ家なの、これ。ただの落とし穴みたいになってるけど。これと繋げるか。この芋茶のと。芋茶のと繋げねえか、これ。何？どうしたの？俺、無名著名。どっちだろう。チルノ？いいんじゃない？チルノ連合でも。チルノ派閥。あ、風花来た。著名にどうぞ、猫之助さん。ってことで、著名で。風花、これ、ダミトモがめちゃくちゃ壊したがってたけど、一応これ生きてるから。この建物。ダミトモが何度も何度も壊したがってたんだよ、これ。それ死んでる。え、これ死んでんのこれ。ドゥブク風花、幻のサークル。いや、大丈夫だよ。一回、なんか別の建物としてやり直させよう。ドゥブク風花ハウスということで。いや、てか、それしないでダミトモくんが報われない。ダミトモくん、これのせいで懲役入ったんだよ。塀の中だから。え、保存するの？これ温存されるよ、これ。国宝とまではいかないけど、桟橋で繋ぐ予定だよ、これ。せっかくだから。だから頑張って。今、チルノさんいないから僕一人なんですが、またはぶられた。オーケー、ポテチ。すまねえ。これでどうだ？松くんさ、俺がいる場所に猫の助とポテチの立地固定してほしい。あと、チルノも。猫の助。
こいつしかいねえんだぞ。友達になれる気がしない。なれるさ。頑張ってね、猫の助。まともに発展させないと復帰はないよ。頑張って、チルノクラフト。じゃあ、まずくんお手数だけど頼むわ。チルノクラフト指導。てか、チルノくんの家をまず見つけるところだね、君たちは。あの、チルノくんの家がどこかわかんない、まったく。下見たらわかんじゃねえかな。ブラマイとかしてない？ちょっとわかんないね。まったく持ってないね。まあ、本人たちに探させよう。不毛な捜索させよう。まあいいや、戻るか。チルノって誰？説明しよう。チルノとは、建国クラフトから参加し、何年も参加している超古参プレイヤーである。建国時代には土木勢としてホワイトリストに加えられ信用を勝ち取るが、全く知名度は勝ち取れず、新50人クラフト、新50人クラフト2期、重力クラフト、異世界クラフト、すべてに参加したがすべてで功績を残していない。さすがだ。建国クラフトや希少な日本語通じる土木として IT が企業だったこともあったが、夏と同じ扱いだったんだがな。でも沼じゃん。まあ沼です。チルノくんは沼です。桟橋、その土木風化建築のところまでちょっと伸ばしてほしいな。ここくり抜いてさ、中くり抜けば。これなんでつぶがい目が青くなってんの。どうでもいいけど、つぶがい目が青くなって消えてる。なんか存在がファントム、どこいんのつぶがい。あ、いた。倉庫予定地は？おめえじゃねえよ。でお前がな、待って、つぶがいここで人を落としてる。ちょっと待って、倉庫予定地ってつぶがいが作るはずじゃない、ないから、あ、つぶがいじゃないんだけど。だからリスポーンした人を落としてる。なるほどね。そうか、あんま考えとくわ。俺は倒産。まあ残念だけど、まあ当然の結果だな。まあしょうがないな。ウルンルードバキンだし、何やってんのお前ら。あ、トミタンじゃん。トミーさ、ウルンルーってやついるじゃん。ウルンルーって女、ウルンルーって女、トミー好きらしい。トミタン、トミタンのこと好きだって。キャワワだって。推しらしいよ。今なんかなかったことにしてるけど、参加税になって臭いから。でもトミタン推しらしいよ。照れちゃうね。ほらウルンルー、トミーと一緒に作業しようぜ。ほらほら、推しだろ。ほら作業しろよ。おいウルンルー、ほら作業しろよ。ほらトミタンが、トミタン待ってるよ。キャどうしたん、どうしたんだろうな。トミー、これはあの面白い女って評価してもいいですか。これふん、面白い女って評価。あいつも照れてる。あー、そうなのか。はい、よかったな。ほら、推しと会えただろ。面白くない。え、どういうこと。面白くないって何。女おもろ。女おもろ。うるんる？と、トミタン、トミタンは？トミタンはうるんる。うるんる？うるる、トミタンいるよ。一緒になんか作ろうよ。一緒にトミーの像作りたいって、一緒に。こいつ建築うまいんだよ、トミー。あ、トミーも建築うまかったよね。ケントミーだったんだよ、昔。トミー、ケン勢だったんだよ。ほんとにガチで。ケントミージュニアだったんだよ。だから、コラボじゃん。コラボできんじゃん。推しと。推しと一緒に建築作れんじゃん。しない。勘弁して。夢が叶った。頼む。どうしてウルンルー。夢叶うな、これで。何作る？じゃあ一緒に。なんか作って、提案してあげたら。いいよ、トミーの提案で。一緒に住む家。ウルンルー、一緒に住む家作るって。二人で一緒に住む家作る。住みたくない。ウルンル、大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。レッドクラフトドバキン舞い出し、大丈夫っしょ。ちょっといなくなってもやれるやれる。俺大丈夫だって。仲間たちも大丈夫っつって笑わせてください。大丈夫だって、問題ないって。優しい仲間たち。そう、こいつレッドクラフト担当だから、ちょっと忙しいっていうのを言い訳にしてるんだよ。でも仲間たちが大丈夫だって。よかったね、ほろり。よかったな。逃げなくて大丈夫だよ。うるんる、ほら。こっち見て。ほら。目線が。おっ、おっ、おっ、おっ。本当に勘弁してくれ。マジでつらい。まあ、トミー、少しずつだな、雪解けは。恥ずかしいんだよ、多分。安心しな。初めは緊張する。そういうもんだな。
じゃあ、ルンルン、俺も行くから。それじゃあ、推しが近すぎてマジで辛い。あ、その辛いか。なるほどな。眩しすぎて辛いみたいな。遠くから眺めてるぐらいがいいのか。な、ウルンルー。これぐらいから眺めてる方が良かったか。ちょっと遠くから。推しは。見たくない。いいね、ウルンルー。ようやくキャラ付けができたな。いい個性があるじゃねえか。懐かしいノリだなぁ。あー、イモちゃん、不女子に囲われて JK とラブラブしたいからって、そんな自分に矛先を持ってこなくてもイモちゃん。またまた。ホモキャラで不女子から金巻き上げて JK とラブラブかぁ。ホフキンジェンスか。ビジネスホモかっけぇ。ビジネスに利用されたんだよ、コータンは。それでもいいのか。ビジネスホモか。仕事上のホモだもんな。こんなにでっかく倒産って書かなくても、しっかり倒産したんだろうな。でかでかと書いてるね。広告費で倒産しましたっていう風になんか宣伝してくれるんだね。なかなかだな。何？正面で見たかったのか。なるほどな。うるる？なんで目背けながら言ってんの？トミー作ってるっぽいよ。手伝えば。手伝った方がいいんじゃない？一人じゃ大変。ほら、一人じゃ大変だって。一人じゃ大変だよな、トミーも。はい。DP しとくよ。とりあえず。でもさ、これ超羨ましいじゃん。推しのトミタンとマイクラできるやん。都合よくトミーが好きで建築がうまい。だよな、トミーも建築できて、都合よく本人も建築できて。そんなないよな、そんなこと。なかなかないね。夢やん。あ、ウルンル資材。結構貴重な資材だぞ、そんなたくさん。すげえたくさんあげてる。ウルンル？ウルンル？取っちゃうよ。取って死んじゃうよ。取って死んじゃう。あ、資源が無駄になるぞ。ウルンル、そこで死んだら。トミタンの集めた資源が。素敵。貢ぐ側から、いつからか貢がれる側へ。女おもろすぎんか。はい、ということで、ジジです。